今散歩している途中なんですけど、鳩を見つけまして、ちょっとね、うまいこと取れるといいかなというふうに思っております。これですね、鳩。いた、ほら。はぐれバトですね。はぐれバト。ほらほら、こっちですね。テクテク一人で、一匹で。単体で歩いていますね。ロンリーウルフじゃなく、ロンリーピジョンということでね。こっちに近づいてきましたね。餌をあげれば近づいてくるのかもしれないけど、私は何も持っていないということでね。結構周囲で、もう日曜日の朝なんで、周囲はこの通り、この通りね、いろんな人が散歩したりしているという形なんですけど、こんな感じですね。爽やかな日光がこう差しているんですけどね、向こうの方で、掃除をしてて吐く息も白く爽やかな感じなんですけど、私の影がかかって映ってますね。でそんな中で一匹ですね、ロンリーピジョンがうにょうにょ一人でこう歩いてなんかやってますね。こいつ友達いないのかなみたいな、仲間いないのかな、家族いないのかなみたいな。でも見つけた餌は独り占めだぜベイビーみたいなね、そんな感じでちょろちょろ鳩くんが、近所の鳩くんが歩いております。いいですね、鳩一人一人の鳩。時々なんで一人の鳩っているんでしょうね。不思議だなぁと思いながらこいつを描いております。なんか飛び出すところとかね、いろんな角度を落ちてきた。お、なんかこいつ、お、こいつなんか入っちゃった。行っちゃいましたね。あ、行っちゃった。なんか親しみます。人に突っ込んでと思った途端に行っちゃいましたね。さ、どんな形でちょっとこうちっちゃくというような形でですね、朝の散歩をしている途中に見つけた鳩を、撮影してみました。あいつもうまいことね、絵を手に起こして描くことができたらと思ってるんですけどね。そんな感じです。鳩はいます。鳩を発見しました。あー、鳩発見。鳩寒そうにね、首をすぼめていたんですけど、ちょっと首を伸ばしてしまいましたね。この寒そうにですね、首をすぼめたところがちょっと撮りたかったんですけどね。この間もハトをちょっと撮影したんだけど、あれよりは全然クリアでね、はっきりしている。あ、行ってしまった。行ってしまいました。ということで、ここは飲み川ですね。こっちが蒲田方面、こっちが仙足池とかあっちの方面ですね、に続いている。これが池上第二小学校ということでね、子供さんたちが正月ですけど野球をしようとして集まっているという形ですね。元気ですね。あとまた来ないかな。ちょっと来そうもないですね。残念。もうちょっと撮影したかったな。さて室内に戻りまして、これから階段。さて室内に戻りまして、これから制作の作業に入りたいと思っております。今回はいつもの通りですね、まあ、大田区の池上という形で、そこの、まあ、飲み川という川がありまして、そこの沿いにある、まあ、そこ沿いにいた鳩という形でそれを描いてみたいと思っております。東京都ですね、そして東京都の大田区
ですね、大田区というのは東京の中心から、南の方にあるという形になりますね。これが大体23区、これが東京湾という形になりまして、南の方、これが多摩川という川が流れておりまして、こちらになると神奈川県ということになりますね、こちらが川崎市という形になります。こちらはですね、大田区のほぼ真ん中あたりですね、そこにあるのが、今回の、池上という場所ですね。野見川という、川が流れているんですけど、その沿いという形になります。池上第二小学校という小学校がこちらにありまして、そこをまっすぐ歩いていって、その沿いをですね、歩いていって橋を渡ったこの辺りですね、この近辺で描いたという形になります。普通の町ですね、どこにでもある普通の町という形で、差したる特徴はないのですが、朝の7時あたりにですね、これ辺を冬の寒い朝をちょっと撮影してみたという形になります。そして撮影したものをですね、このような形でピックアップしてみました。鳩というのは、割合と描くには、撮影する分にはどこにでも飛んでいる鳥、飛んでいるというかね、街をうろうろしている鳥ではあるんですが、いかんせん動きが細くて速くてね、すぐ飛んで逃げてしまうというところがありまして、猫もね、すぐ逃げてはしまいますけど、じっとしてるときはじっとしてるとかっていうところがあるんですけどね、鳩は本当にね、ちょんちょんちょんといったパッとこう消えてしまう。動きもね、首を前出して、テクテク歩いてみたいな形で、落ち着きがないというところがありますんで、なかなか撮影するのもなかなか難しいところがあるし、そこからいいなと思ったポーズを見つけ出すという部分もなかなか難しかったりもしますね。今回はそこの中からピックアップしてこの4点を選んでみました。この右上は一番オーソドックスというか、よくある形の鳩という形になりますね。普通のあの右側を見ている鳩という形になります。これはでもね、ありふれててあまり面白くないところがあって、当たり前すぎると、図鑑とかを見たりしますと、大概ね、この向き、こういう真横の向きということでね、わざわざ撮影して、そこから起こすというまでもないなというところがありまして、これはちょっと違うかなという形にいたしました。そして、それと同じ場所で撮ったものなんですけど、前向きで動いてる鳩、これは割合と珍しいというかね、面白い、普通のオーソドックスなアングルとは違う面白みがあるのかなというふうにも思ったんですけど、ちょっと足の出方とか、そういう形とか、あとはやはり全体のバランスとか、そういう部分でですね、若干美的な部分、バランス的な部分でも足りないなと思ったわけで、そしてちょっと違うなと思ったということですね。そして次は3番目はこちらの鳩になります。川の手すりですね、欄干というか、あそこの部分にいた鳩なんですけど、これは下の方にを見てですね、首を前に出しているという形ですね。先ほどの2点と比べると、色とか大きさとかブレのなさとか写真のクリアさとかという意味ではかなり良くはなっているという形ですね。これはこれで面白いんですけど、もう一つ動きがないなというふうに思ったわけですね。ですからこれもちょっと違うかなというふうに思いました。もうちょっとなんか動きがあるところがいいんじゃないかなというふうに思ったわけですね。としますと、こちらの最後のね、こちらの写真がいいかなというふうに思いました。先ほどの写真とあまり変わらないんですけど、この足ですね、右足がググッと下に出ててですね、この欄干の角っこを引っ掛けているという形になりまして、この足が出てるおかげで全体のバランスがちょっと面白くね、なっているんじゃないかなというふうに思いました。という形でですね、この写真を参考に今回は描いてみようと思いました。では制作に進めてみましょう。さて、それでは制作に入っていきましょう。今回は鳩ということで、形的にはですね、基本的には楕円形、横長の長い球体という形、そこに足が生えて尻尾があって頭部があるという形になっていますので、それを横から見ているという形ですので、さほど難しい形ではないんじゃないかなというふうに思いますね。
まあ大切なところはやはりね、羽の生え方というところが難しいと、あとはその 羽と頭部、そして、尻尾、これの全体のバランスですね、ここら辺をいかによく見て描くかということが大切なのかなというふうに思います。問題はですね、やはり頭部の大きさというのもなかなか微妙なところがありまして、これが大きすぎてしまうとやっぱりちょっと頭でっかちになりますし、小さすぎるとね、なんか大人になりすぎた鳩みたいな形でですね、面白みがなくなってしまうというところがありますので、このバランス、あと今回はうつむいているという形ですので、あまりね、前の方に重心とかバランスが行き過ぎてしまうと、ちょっとこう前の方に倒れがちになってしまうというような、その微妙なね、バランス感覚のなさというか不安定さというものを与えてしまう可能性がありますので、ここら辺のバランスをよく考えていくことが大切じゃないかなというふうに思います。さて次は第2段階ということになりますね。鉛筆の下書きができたらペンで描いていくという形になります。今回は普通のオーソドックスなデッサンというか、デフォルメとか、そういう特別なタッチを使わずに普通のオーソドックスな鳩にしたいと思うんですが、まあこの時に大切なことはやはりね、羽が非常に複雑ですね。羽が全体的にやはり、まあ全ての鳥はそうだと思うんですけど、羽が複雑な形をしておりますので、まあその入り組んだ部分を混乱しないで丁寧に折っていくということが大切なんじゃないかなというふうに思います。まず全体感で大きいところを見て、で細かいところは飛ばして大きいところを見て、大きいところを押さえてから細かいところを入れていくという形にすると、混乱せずに、全体を描けるんじゃないかなというふうに思いますね。そして、まあ、羽が描けたら今度は、ね、頭部とか尻尾とか足ということになりますが、顔はやはりどうしても一番中心という形になりますので、そこはですね、特に目の位置ですね、目の入り方、目の場所、目がどこを見ているか、あとはその口とかそこら辺とのバランスですね、そこら辺をきっちり押さえながら描くということ形になりますね。そして、まあ、第1段階でも言いましたけど、今回はこの絵の特徴はただ横顔という横向きというわけではなく、足がちょっとね手前に、右足がちょっと手前にククッと出てて、爪がピュッと伸びてて、欄干の角を引っ掛けているというような感覚がありますので、その、まあ、手の表情というか動きですね、ここら辺をきっちり押さえる、ただ、ね、押さえるだけではなく全体のバランスを見て、ちょっと、出っ張りすぎないように、その全体の、ね、バランスときっちり合うようにするということですね。まあ、今回正直言ってちょっと下に行き過ぎちゃったかなというところもありますけど、また着色をすると違ってくるかなというところもあります。さて次に第3段階のハーフトーン、薄墨、立体感という形にしていきたいと思います。まあ鉛筆でここまで、鉛筆とペンでここまで描けましたらですね、さほど問題ないかなというふうに思いますが、やはりペンだけだと細かい質感とか細かい凹凸、そして、ザラザラした部分とかね、羽のこのパサパサした雰囲気っていうのは出しにくい、描こうとしてもやはりかなり手間がかかってしまうということで、そういう部分でですね、ダーマトとか墨とかを使うと、薄墨とかを使ってヒュッと流したりね、勢いをつけてあげるということができると非常に表現しやすいという形になりますね。まあ、この質感と色の違いというところもありますね。質感でハーフトーンを使うという形と、あとはこの羽の部分で縦にピッとこう黒い線が入ってますけど、あとは背中とか尾っぽのあたりまでこの黒いね斑点みたいなものがちょんちょんちょんとこうついて流れているという形になりますが、この違いというのにもね注意して描く必要があると思います。ただまあこの斑点とか模様というのは、まあきっちりねリアルに描くという部分もありますけど、せっかく絵を描いているわけですので、この絵の中でバランスが取れて絵の中で美しく収まるというような形でですね、自分なりにアレンジして入れてみてもいいんではないかなというふうに思います。さて第4段階のいよいよ仕上げという形になりますね。まあ着色という形で進めていきます。まあ
鳩なんで、基本的にはグレー、白、黒という形で鮮やかな色というものはほとんどついていないというところがありますね。まあ、足の部分の肌色とか目の部分の、まあ、黄色っぽい色とか、あとは背中の部分に微妙にちょっとこう青が入っているという程度ですね。まあ、この辺もじっくり観察して丁寧に描いていくということが大切かなと思います。まあ、背中の部分がうっすら青が入ってまして、こういう微妙な色をポッと入れたりするとね、リアリティとか鳩らしさがググッと出てきたりするということもありますんで、そういう部分の細かな観察ということも忘れずにね、きっちりやっていくといいんじゃないかなというふうに思います。そして、まあ、模様とかですね、黒いところをきっちり黒くしていくという形ですね。そうしますと絵ががぜんと引き締まってくるという形になります。そして終わりの仕上げの方はパステルでですね、全体的にシュッとこうハーフトーンを強めてあげまして、そして白いところを消しゴムとかそういうもので消したり、あとホワイトとかでエッジの部分を強調する、白くね抜いて強調するという形、これで仕上げという形になるのではないでしょうか。まあ、全体的にまあ難しさはあまりないんですけど、それゆえにね、絵の面白みを出すというのは難しいモチーフかなというところもあります。皆さん鳩見慣れているんで、結構ねちょっとした違和感でも気づきやすいというところがありますね。そこら辺を注意してやるといいかなというふうに思います。というような形でですね、皆さんの参考にしていただければ嬉しいと思います。よろしかったらコメントとかチャンネル登録していただけると嬉しいと思います。ではお付き合いいただきましてありがとうございました。失礼いたします。